タイツ部門 G の作品です。どうぞ。そう、うわ、ちょっとなんかこれはちょっと変わった動きです。え、なんかこう棒のようなアイテムが使われてますけども、すごい体勢だぞ。なんだこれ、え、これ全体の形でしょうね、当然ね。9本ですかこれ。ね、なんでしょう。え、なんか2本棒が、スターウォーズの歩くやつはいはい、あのでっかいやつね。うわすげえ、はい、全地形対応トランスポート AT-AT ウォーカーっていうんですか、あれ。僕あんまりそこ分かんないですけど、ありますねこれね。僕もそんな詳しくないですけど、はい、CM とか見る限り出てましたよ。ありますよね、でかいやつですよね、はい、これね。うわ、これちょっと参考画像欲しい感じするけどな。あの突起があの多分ミサイルというか弾出すとこですよね、はいはいはい、あれ。さあ歩くやつということですけども、うん、すごい体勢、本当ですよ。いやあれをなんか拳にだいぶ力入ってましたよあれね。しかもあの体勢がすごい安定してるじゃないですか。なんかね、してましたね。ぐらつかないし、もうこれ体で ATAD ウォーカーをやるっていうね。さあそれでは、これでタイツ部門も出揃います。歩くやつに対しますタイツ部門 H の作品です。どうぞ。ちょっと色がカラフルですよ。黄色、青、白ってことですか。お、動きますね。あれ、これあの感じだな。え、なんすか。この色合いってことは、黄色一方だけですけども。このほら、この形ってことはだと思いますが、来ました。撮り鉄ならば一度は撮ってみたい一枚。新幹線ドクターイエローと富士山という。そういうことか。富士山は分かったけど、あいつはドクターイエローだったんだな。撮りたいですね、これはね。これは絶対撮りたいやつだ。撮りたいというね、作品でございます。綺麗だな。そうですね、そう見るともう。ね、やっぱなるほど言いたくなりますよねこれね。いやすげえなこれ。あ、さあそれでは見てみましょう、どっちになったのか。参りましょう。5、4、3、2、1、どっち。うわあ、歩くやつ意外に差つきましたね。え、本当ですね。僕はね、撮りたい行くのかなと思いましたけど。いや、そうですね、どっちだって言ったら、はい